やつら圧倒的無慈悲ですからね。台風レベルの相手だと人事は尽くしますが、ぶっちゃけ最後は運任せですよ。農家を生業としている人たちは、日本という国はすごく農作業やりにくいと思うんだろうね、きっと。農家って大変なんだな。もうあくまで一言だよ、こいつ。大変だね。まあこっちはお金払えば野菜手に入るから、勝手に頑張ってって感じが、ひしひしと出てきてるもん。そりゃ目の輝きもこんだけ強くなるわ。じゃあ、明日からは何時集合にしますか？こいつしれっともう、新入部員と会話する感じになってる。なれなれしいんだよ。じゃあって何？釣れないふりしても無駄無駄。見抜いてますよ。先輩は孤独なファーマーエンジェルである私に感情移入し始めてるってこと。聞いたことねえ単語出すな。なんでファーマーエンジェルって。こいつ微妙に知識あるんだよな。たまに手伝ってやるくらいならいいんだけど、俺も都合があるからな。たまにじゃダメです。ペットだってたまに餌をあげるなんて飼い方してたらあっという間に餓死ですよ。たゆまぬ愛情が必要なんです。ある意味港にとっての野菜っていうのは、そこら辺にいる人間たちの思っているペットと同じぐらい愛情を注いでるってことなんだろうね、きっと。その点で言ったら主人公一生別れないんじゃないか。もうあくまでモフモフした可愛い鳴き声をする生き物だけがペットだと思ってんだから、だから飼ってないだろうよ俺は。一緒に愛を注ぐ。あ、ちょっとエロいよそれ。もはや無農薬野菜たちは、港と主人公の間に生まれた子供たちと言っても差し支えないもんな。野菜に懐かねえものには感情移入できねえわ。知ってたよ。大将ぐらい愛嬌があったらね、別だけど、そんないきなりトマトが可愛い鳴き声をあげるわけでも、ナスにふわふわの毛が生えることもないからな。食べたら美味しいでしょ？鶏と同じようなものですよ。急にグロいこと言わないで。この世の摂理だけど、笑顔で言うのはちょっと違うじゃん。さりげなくシビアなこと言ったな。結局、今日はこの後輩に何を話すつもりだったんだっけ？ねえ、一緒に大地のエナジーと向き合いましょうよ。こいついちいちたまに横文字出すのうざいな。どうすんなら大地も英語で言えよ。だったらブンブン腕を振り回す後輩に圧倒されながら、げんなりと自問する俺であった。そうして1日目が終わったと。さあ、相変わらず畑に出没している港を攻略していきますか。これ次の選択肢だと別の場所に現れたりするのかな。放課後の校庭は、若者たちの元気な声がひっきりなしに飛び交っていた。いや、同世代だけど、もう近所にいるおじちゃんと考え方そっくりだったもんな、今主人公。ちなみに俺はというと、用事があるってやつの掃除当番を代わってやって、今は校舎裏の収集所にゴミ袋を引きずっていくところだ。俺も一日一善がかなり板についてきたな。全員まっしぐら。あ、そういえばこんなことノルマにしてたね。ルリルートの中盤から最終局面にかけて、一個も善やってなかったから忘れてたわ。港ルートでも未だに善やってないしな、そういえば。お前マジでいい加減にしろって。え、これ主人公宛てに言ってる。リア主人公？うん？前方から何やら揉め事の気配が漂ってきてるような。あ、よかった。いきなり丸坊主の野球部員からいい加減にしろなんて言われたら泣いちゃうもんな。それはこっちのセリフです。おめえかよ。なんで怖い丸坊主お兄さんに詰め寄られて一歩も引いてねえんだよ。メンタル強すぎな。む、この声はあの園芸モンスターだな。荒くれ者が徒党を組んで痛いけな一年生を統括するなんて恥ずかしくないんですか？え、それは犯罪集がすごいよ。こんな可愛い港に他人数で押し寄せてきてんのか。誰が荒くれ者だ。丸坊主荒くれ者だもん。偏見 100% だけどさ、大概そうでしょ。体格のいいイガグリ頭に問い囲まれても全くひるんでないのはさすがだ。むしろ野球部連中がモテ余し気味な雰囲気すらある。あいつらすぐ鉄バットとか振り回すもん。野蛮だよ。あなたたちの自己評価は知りませんが、旗から見たらそうなりますよ。血に飢えたイガグリモンスターですよ。なんでこの後に及んで挑発する。こいつ心臓3個ぐらいあんのかな。一回ぐらい死んでも大丈夫っていうメンタル。俺らだって好きで丸めてんじゃねえよ。頭髪だけはバカにすんな。あ、そうなの？野球部員たちってそれを了承した上で好き好んで坊主にしてるのかと思った。髪型を取るか好きな野球を取るかっていう選択をしてるんだ。ほら、すぐ大声で威嚇してくる体育会系の典型ですよね。強えなこいつ。なんで一本も引かねえんだ。いやいやいや、威嚇っていうか今のは地声が大きいもんこいつ。野球部員ほんと怖い。もう野球部と柔道部だけは関わっちゃいけないって俺の高校時代のポリシーにあったもん。まだ間に合いますよ。そんな狂気は手放して、その手で大地のぬくもりを感じるところから新しい一歩を踏み出してください。ある意味野球部員たちは甲子園球場の砂を持ち帰るから、ちょっと大地のぬくもりを感じ取れる節はあるよね。チャンネル登録、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。